不代下人は、不代奉公人とも呼ばれ、金世のお尊部において主家に、人身的な霊属にあり、不代として、永代、世襲的に労役を提供する形によって奉公した、下人、奉公人を指す。地方によっては、家抱え、角屋、庭子、内百姓、名子、帰還、文付などの故障があった。下人夫婦の子、または、私生児であった者は鎌子、鎌不代、 あるいは庭子とも呼ばれた。また、従属の度合いも異なり、地方判例録には夫婦を構成して生活している。ものや主家から土地を預けられて事実上の小作人であった者から、主家の屋敷内に住まわされて、その命令下で田畑を耕す者など様々な形態があったことが知られている。その由来については中世以来の伝統的な下人の後継や戦国時代から、 江戸時代初期にかけての混乱期に人身売買によって獲得された例催民であったと考えられている。戦国時代には乱暴取りの習慣による人身売買が行われていたが、江戸幕府はこれを禁じた。だが、当時の農村社会の経営は不安定であり、農業経営のできなくなった小農民と労働力不足に悩まされる本。 百姓少層の利害の一致によりこうした人身売買による冷蔵化が農村部において横行した。やがて人身売買に対する規制が強化されると一種の脱法行為として人身質入りによる質権奉公人が出現する。これは質権に書かれた本金を奉公人の価格、利息の支払いを債務期間中の労働に相当させ借り方である 奉公人が本金を返済しない限りは、身柄は終身にわたって貸し方である主家に拘束されるという仕組みであり、質に名を借りた事実上の人身売買による不代下人であった。また、本百姓からの霊落、下人から本百姓への転換等も、人畜改め帳などから伺え、相当の流動性を含むものであった。江戸時代中期以後の農業経営の安定化に伴い、 先進農業地域では、不代下人や七権方向人は、年期方向人に転化する事例も見られたが、途上地域では幕末までこうした、不代下人が存在した。また、幕府や諸藩は、表向きは、こうした人身売買を禁じていたが、農業経営の安定による年貢徴収の安定化を優先させる配慮から、こうした、不代下人の存在を黙認していた地域もある。 明治に入ると、旧来の監修である、不代下人は、身分の解禁及び故障の禁止が1872年の法令で発せられ、終焉を迎えた。家抱えからことばんく、角屋からことばんく、はっとえび、庭子からことばんく、なごからことばんく、なご悲観制度からことばんく、悲観からことばんく、悲観百姓からことばんく、ふんつけからことばんく、ふんつけ百姓からことばんく、 鎌子、へっつい子から言葉んく。鎌フダイ、へっついフダイから言葉んく。ありがとうございます。